はい、先日ご紹介しましたエンジンパーツの方が完成しまして、エンジンの方に組み込みました。はい、肝心のスーパーチャージャーの方ですね、前回、ノーマルエンジンに組み込んだ際は、GT スーパーチャージャーの中で一番小さい GTS4015 という、スーパーチャージャーを装着してテストを行ってきましたが、今回のフルチューンのエンジンではこちらの GTS7040 という一回り大きなサイズのスーパーチャージャーを装着し、セッティングを兼ねてパワーチェックの方をしていきたいと思います。まずはスーパーチャージャーの最高回転数を10万回転とするため、スーパーチャージャーに 100% のプーリを取り付けセッティングをしてみます。プーリ 100% の仕様では、ピークブーストコンマ8キロで、約230馬力という結果が出ました。はい、続いてこちらのプーリの方を、90% に変更しまして、スーパーチャージャーの最高回転数を11万回転でセッティングしていきたいと思います。はい、無事セッティングの方を終了しまして、パワーチェックの方終了しました。現時点で、パワーの方が約285馬力、トルクの方33キロということで、ノーマルに対して約2倍の出力が出ています。ここに来るまでは実は大変な苦労がありました。特に、苦労したのはやはり、制御の部分ですね。現在 F コン V プロで制御しているんですけれども、 HKS では CRZ に今まで V プロをつけた実績がなかったものですから、今回の最高速プロジェクトを機に同時に V プロの方を開発してまいりました。 V プロの開発の方ですね、まあ初めはなかなかうまくいかずに、設定の方ですね、少しずつ変更しながら試行錯誤しまして、その甲斐もありまして、現在は最適な V プロの設定の方が完成しました。はい、エンジンが完成しセッティングを、出した段階では、当初250馬力近辺だったんですけれども、まあ、そこで、プーリー比や、さらにセッティングの方を詰め直しまして、ブーストを 1.2 まで引き上げることで、285馬力を達成しました。さらにプーリー比の方を、調整し、エンジンに送り込む、空気の量を増やしても、ブーストの方は上昇するんですけれども、だんだんそのブーストの上昇がパワーの上昇に結びつかなくなってきました。ですのでノーマルのヘッドではこの辺りが、限界なのではないかなと推測されます。目標としている、300馬力にはまだ到達していませんが、まあ、一応この仕様で次回、テストコースの方に持ち込みまして最高速の方に挑戦していきたいと思います。ご期待ください。